行くぞアルダー教区、今日の記憶。ここもなんか色がない感じなんだな。霧がかった感じの。記憶っていうことは今回ルミナリスが再現されるっていうことか。さすがに三兄弟ほど多くはないか。ん？いずこからか凛とした女性の声が響いた。計逆なる者よ、臆せずに踏み出しなさい。道なき道を歩むのです。何時の行く先に神の加護あらんことを。ルミナリス、カサンドラの親玉だったっていうことでしょう。元は元はいいもんだったんでしょうか。おっ、音。奇妙な生物の像の前に立つと、頭の中に凛とした女性の声が響いた。軽逆なる者よ、神の導きに従いなさい。そびえ立つ御柱は神の与えた道しるべ。柱から最も離れた床にこそ加護あらん。また謎解きっすか。紫、黒い、妙音もどき、治水ムッシュ、治水マダム、妙王。雑魚戦仕様だけど大丈夫か。沈黙の波動、強強強強強強強。間に合った。混乱してる。よっしゃ、なんてことね、なんてことないなら早遅れていくぜ。雑魚が時間取らせるんじゃないよ。黒曜石の区内、ちょっと見える。で、ここ読みぬあるんかな。何もなかった。草、クリア後には読みぬってないんかな。鐘の音が聞こえる。 FM 読みラジオニュース。ここはワープじゃない。ワープか、ワープだ。すげえ迷路。鍵花？城か？城か。宝があっただけか。迷路なんてもんじゃないぜ。ワープ付きだぞ。でもマッピングすれば自動で行ってくれるんだよな。このようにの。じゃあこっちに行くか。だろうね。そうだと思ったわ。やっぱり自動で言ってくれる。
瞬間移動やな。ここまで戻すか。新天地。あ、うん。もうちょい近くで戻してほしいわ。新天地。鍵を開けたいところだが。コッコ長え。あんまり長いとカットするようだぞ。頼むで。FM 読みラジオインフォメーション。またかな。ですよね。ですよね。ちょっと待って、ここ気になる。ですよね。耳おかしくなる、なんか鼓膜が振動する感じ。開けとこう。もう遅いけど。ん？ここはショートカットじゃないのか。FM 読みラジオニュース。もう踏みませんよ。っていうか踏んだことある場所だし。上か右かって感じか。来てしまいました。霊力玉。ここじゃないのか。正解か。不正解でした。これ絶対不正解でしょ。何？ザコ敵は出ないのかね。これは不正解、間違いない。どっちも引っ掛けでございます。踏むしかないでしょうよ。じゃあどっちかっていうことだな。あの右か左かの。戻さなくてもいいじゃないの。くそ。これでどっちも違ったりして。ちょっと待って、こっち行こう。どっちも違うかもしれん。やめてくれよ、こんな意味のないこと、無駄なことを。オートでいけるんだから。穴だよな、オートでいけるっていうのは。こちらは読み校舎ラジオです。
違うと思う。くそ全部埋めることになっちまう。なぜ5倍速ぐらいを入れてくれなかったのか。こっちか。これか。逆にこっちだろ。こっちなんでしょ。ここ全部外れじゃねえか。こう合ってるんかい。苦労したで。おお、もうボス離れなさい、ゲロ。おひさ、この門は光のアルゲンを外界へ導くもの。クゼド様は魔性の力で私に命じた。新たなる神の権限のためにこの門を守るようにと。クゼド様にあだなす者よ、滅するがいいわい。雑魚戦仕様のままなんですが、それは前と同じパターンか。余裕よ余裕。行くぞい。眠りの波動強っ。間に合った。何やった。アクアキニス。倒せないか。ヒヨヒヨヒヨ。やったぜ。おお、いいね。パワースイング強いな。見つからなかった。見つかってしまった。弱っ。長距離攻撃バリア出たよ。弱いな。怠惰の三男に比べれば雑魚ですわ。3分の1か。生きろ。あ、ダメだ。食らうね。避けるな。パワースイングがあれだけしか食らわないなんて。もう仲間呼んだよ。嘘だろ。回復もしてるぞ。もうなんか飛ばしちゃってるしな。めんどくさくて飛ばしちゃってるし。
往生際の悪い。次で死ぬというのに。うわあ。なんか三男が多分一番強いんでしょ。レベル上げすぎた感あるもんな。やったぜ。こちら廃獣時ゲートの消失を確認しました。その校区にはもうゲートが存在しないので次の校区へ向かってください。それではまた。この先は？あ、なるほどね。別にいらなくないこのショートカット。帰還の花で戻るし、別に頼むで、ね。